が水がすごい溢れてて牛がいっぱいいて、なんか一個ずつ流して自動的に殺して肉を貯めるやつを作ってた。なるほどなるほど。今ちょっと画録するの忘れてたからラウリアさんの話が途中からになっちゃったなっちゃうけど3分のこのセッティングはもう置いといていいんですか？あ、もう全然不要、不要ですね。大丈夫です。あ、なんかすごい目が明るい、これ画面が明るい。明るいっすか？明るい、眩しい。ちょっと手のあれを落とそう。あ、なんか照度を落としてみる。これゲルテナさんどこ、あれどこ行った？ゲルテナさん。釣り。ああ、これこれいいっすよ。ああ、ゲル。ん？これ。ゲルテナさん、なんか私にさ、一本さ、うん、なんか壊れない釣り竿。壊れない釣り竿？うん。壊れない釣り竿いる？なんかいい釣り竿がくれてもいいよって釣り竿があったら欲しい一本。めっちゃある、修繕付きの釣り竿めっちゃある。本当？わー、普通の釣り竿作ったけどさ、なんか全然いいの釣れなくってさ。オッケー。ねねねぐさん、はい、ねぐさんねぐさん見て、これ見てて。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうすると。あ、知ってますよ。そうなんだよ。知ってますよ。なんだ知ってます、知ってます。今上にいたからしょうがないじゃないですかしょうがないんですよ。あれ、これ上にあるね。よし、このワールドに来てよかったと思います。あれ、これもらっていいやつ？買ったやつ？欲しいですか？うん、大丈夫。私はこれがあるからね。ふふん。何すかそれ？介護官です。はしご。ああ。いいやつですね。なんかガラスとかのテクスチャーの感じが全然違いますね。違いますね。うんうん、もう何もかも全然違いますね。なんか何もか。慣れる。え、敵って強くなったんですっけ？いや、全く変わってないですよ。あの、見た目だけでさ、そうです、あくまで。はい。何が変わったかって言ったら、僕がキーボードとマウスでゲームし始めたっていうだけですね。みんなキーボードとマウス化してますね。はい。え、私もキーボードとマウスにしやろうかな。なんか、場所的に、まあ。パソコンに入れてもいいんですけどね。ああ、そうですね。うん。プラットフォームごとにアカウントは一緒で使えるけど、データの引き継ぎができないから、あれですね。ああ、そうか。はい。引き継ぎできないっていうことは1からになるんだ。あ、そうか、パソコン。そうです、1からになりますね。なっちゃいます。それは、そこがね、鬱陶しいんですよ、ちょっと。そうか。え、キーボードとマウスの方が、もうみんな、今みんなキーボードとマウスでやってるんですよね。僕と、私はそう、パソコン。イシクちゃんとギュルテナさんだけじゃないですか？そうなんだ。え、犬さんとかは？犬さんとかコントローラーでしょ？犬さん、そういう入ってきてなくない？ああ、みやりゅうさんも休憩しに行っちゃったかな。あ、だから気配が。あ、カカオか。そうっすね。あ、なんかあれじゃん、うん、はい、いいっすよ。どっか枠でも最近。あ、見に行ったのかな。見に行ったのかも。みんな今なんかやってるから。そんなすぐに決まってんの、ダウンロードなんて
プレステ4はどうなんだろう、キーボードマ、キーボードマウス対応してるんかな、どうなんでしょうね。でも刺すとこがあれば、え、どこに刺してるんですか、ちなみに。本体に刺してるんですか。僕の Xbox 本体ですね。インターフェースがありさえすればいいんですよね。ね、インターフェースがあっても、そのマウスキーボードに対応してるか対応してないかっていうのがあるので、 あとゲームによってあるんですよ、対応してるしてないが。おお、なんで、ね、設定を開いた時にその設定の一般かどっかに、なんかゲームパッドをキーボード&マウスっていう項目があったら多分いけるんじゃないかな。なるほど。すぐにそれがどこにあるか開けないけど、後ではい。なんか水の色が濃くなってる。だいぶ変わりますよ、ほんと。ビートルートって食べれるんでしたっけ、生で。知らんかった。食べれるけどね、スープにした方が美味しいよ。はあ、腹持ち的な意味で。なるほど。え、これなんだ、何を植えたんだこれ。あ、いいのか。お帰ってきた。おはようよ。うん、寝てたっす、ちょっと。寝てたんだ。寝てた。枠を見に行ったんだって言ってたんですけど、今。違う違う。あ、な枠、何の枠ですか。誰かの。暇になった時間を使って、誰かの枠を見に行ったのかなって言ってたんですよ。いい。話しかけの反応だったから。寝てた。おはよう。うん。うんって。うん。よし、オッケー。よし。開けるか。ドク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 、クサクサ。いや、寒い。寒い。寒いっすよね、今日。寒い。今日めっちゃ寒いっす。寒いくて起きた今。ちょ、寝るにしても暖かくして寝てくださいね。こんな何もないところで急に落ちると絶対風邪ひきますよ。うん。うん。だ。ああ、ちょっと飲むか。タウリン配合ドリンク。酒じゃねえんだ。酒じゃない。飲むか。飲むかって言ったら、酒っすよね、どっちかっていうと、印象は。ねぐし、僕のオウムは知りませんか。オウム？いや、あの、オウマ。馬？あ、馬？知らないっすよ。あ、なんか、さっき、ね、この辺にいましたか。ラクダの、いるあたりに見えたのは、あれ、犬さんの、あの、馬だったんかな。なんか、馬いるなぁと思ったんだけど。あれじゃない？あ、違うかな。うん。多分、あれかな。ちょっと、もし、そうな、あ、多分、そうだ。つけてるから。暴れてます。いや。暴れてるんですね。寝ました。あ、ちょっと待ってくださいよ。これ、はい。皆さん、連れてきといたからね。あ、ありがとうございます。
これどうやって降りるの？ゲルセンさん、これどうやって降りるの？キーボード。おい、ゲルテラさん、これキーボードどうやって降りるの？キーボードはシフトかな。シフト？あ、これか。はいはいはい、ありがとうございます。え、なんだった？僕シフトマウスにくっつけてるんで、シフトですね。マウスにくっつけて、はい、マウスにこうなんていうの、ボタンがいくつかついてて、そのマウスの方に、今全然何のことか分かんなかった。マウスのシフトボタンを外してマウスに、マウスのボタンに変えてるんですよ。なるほどですね。おはよう、おはよう。マウスにね、ボタンがなんか3つぐらいついてるんですよね。そこに割り振れるんで、なんだっけ、走ったりとか、そういうのも全部マウスに割り当ててるんですよ。便利ですわね。便利ですね。僕もちょっと扇風機取りに行ってこっかな。うん、 XP の画面で、 Windows XP の画面でも見ながらちょっと。ダルフルすぎる。いや、僕のツリーハウスの中に絵画が、まあ、飾ってあるんですけど、いつもみたいに、その絵画がどう見ても XP の、 背景なんですよ。マイクロソフトだからかな。あ、そうな、多分そうだと思います。僕もそういう回答をしました、さっき。でもリアリティの青いブルーの背景、なんかネグサンピンクじゃん、あのブルーの背景でやってたら、はいはいはい、なんかおじさんが枠に入ってくるなり、 XP かって言われたことが。青いと XP なのかよ。あ、じゃあちょっといくら扇風機取りに行ってまいりますので、はい、しばらくお待ちください。出ました。なんかさ、使ってた釣り竿どっか行っちゃったの、うん、どっか行っちゃったからちょっと待っててね。うん、ありがとう。なんかさ、釣り竿で釣り、いいものが釣れたら普通の釣り竿でもよかったんだけどね、もう全然いいの釣れなくてさ。いい釣り竿をさ、消滅の呪いがついてたからさ、もしかして消えちゃったかもしれないんだよね。あんた？あ、全然いいよ。なんかでも大変そうだったら、兄貴のところのいいとこ行って、なんか、残ってたらもらってこうかな。残ってるか知らんけど。確かに。ちょっとじゃあそれ見てこよう。でどこ、 あそこにさ、私いつもあそこまで行って、あそこはこうしょうがなくたどり着いて、うん、そっから誰かに迎えに来てもらってお家にたどり着いてたから、逆から行く時の発想がないんだけど、あそこどこ。ね、確かね、確かあっちなんだよね。今行ける？行けるよ。待ってね、ちょっと待ってね。ちょっといらんもん。ここから乗って乗って、念のために武器を。あれ、あ、立てた。よいしょ。ゲルテナさんは今、
ネグさんたちのところへんにいんのかな。ケツノさんは今ラグレアさんを見てるよ。そう、どっから。え、なんと商人だと。いどっから。見えてるよ。見られてた。あ、もしかしてあれはなんだ、動物。海の上から見てるよ。お船だった。行くぞ。船に乗りながら見てる。はい、もう後ろ専用です。後ろ専用。乗れる。なんか流されてる。流されてる、これ。おう、おう、流されてる。どうやって飲んだっけ、これ。乗るって表示ならない。すべてのボタンを押してみな。OK。 はい、よろしくお願いします。でも多分こっちなんだけど、違うかもしれない。全然いいよ。確かこっちだと思うな。鶏の種類が増えて、牛の種類も豚の種類も増えて、いいですね。なんか先週結構ゲーム終わってからがすごい長くて、うんうん、なんかみんなでそれについて話してたの。リアリズムについて話す。うんうん。私こっちの方が好きかも。そうね。水の色がでも本当変わったね。うんうん。あったあった。あれですね。なんか人に連れて行ってもらうとすごいすぐなのに。自分は陸だと、陸からだと大変かも。はい、うん、ありがとう。よいしょ。なんだっけ、ちょっと操作終わった。ありがとう。あるかな。エンチャントの本が、エンチャント本ばっかだね。あー、なんかあんまりいい釣り竿ないわ。確かに。いい釣り竿ロストしちゃったかな。もうみんなが来るたびに。なんか見たことない木がある。なんか食料も根こそぎ、私がいつも死ぬたんびにもらってるのもあるけど、根こそぎない。こんな箱があったのに。お兄さんが次、あ、ないってなるか。面白いからそのままにしとこう。ね、本当に何もない状態になってる。釣りはまたぼちぼちとっから、うん、ちょっと待って。そうですね。帰ろう。どこ行ったい？あれ？ちょっと待ってね。何それ、蝶々？あ、ま、あ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 、ちょっと待って、ちょっと待って。ダブルやった。今ちょっと危ないかも。やばい、死ぬかも私。マジで、ちょっと待って、あ、オッケー、あ、ごめんね、ちょっと待って。ちょっと待ってください。ごめん、なんかね、敵さんに気づかないんだよね、いつも。何をお探しですか。帰ればいいんじゃない、私が。ベッド。あ、ベッド。ベッドは。あ、ベッドじゃない、ボート。あ、ボート。ボートどっかありましたよ。
さ、うちの家の前に桜の木のベッドあった。でも今もう帰るだけなんだったら、私これ頑張って乗って帰ってみようかな。ちょっと待って、それ、うん、あのね、もう一つね、うん、道を出たいあるんですけど、教えてくれるの？ボートを作る。私の家の前に桜のボート1個置いてあった気がするけど、今ね動物園から始まってるからね、ちょっと待って、うん、分かった。なんか緑のもんが降ってきたけど、何これ。やばいかも、夜になるかも、暑いかも。ああ、なんか何これ、なんか緑のものが上から降ってきたけど、ラウレアさん一回、あの葉っぱですね、葉っぱ、ね、葉っぱ、ね、葉っぱ、ね、エフェクトです、ね、ただの、ね、から迎えに行くね、ね、今ねベッド持ってきてるから、ベッドが置いた。なんでこれ葉っぱが落ちてくるの。いや、リアリズムだからです。家の中も落ちてきますね、なんか怖い怖い怖い。だってさ、家の中だよ、家の中も落ちてきます、なんかワカメみたい。あれ、今ってミヤリュウさんが戻ってきてないの。そうかも。行くぞ。うん、もう戻って、え、もう来たの？ん？ん？あ、行くぞって言ったのか。行くぞ。はーい。ミヤリュウさんは戻ってきてないし。どう？おー、早い、ありがとう。なんか怖い声が音がする。え、あ、いた、見て。ちょっと待って、これよいしょ、ちょっと待ってね。あと、うん、乗れない。なんか変な音する。なんだ、乗れない。ここにいると、ん、ちょ待ってね。あれ、しゃがんだままだと乗れないのかもしれない。しゃがんでたのか。よいしょ、はい、と、あ、私この船がすごい苦手。え、お、い、で、先生、ま、こっちにさ、まっすぐ行くと、ここからまっすぐ。メグ拠点2。お、なるほど。で、まっすぐ行かないで、右に曲がると、桜の拠点。こっちは桜の拠点。曲がるとね。曲がらないと、ネグの拠点2です。2。2です。あっちのも見えてるもんね、ここね。これ誰が作った建物だ？これはヘッドさんが大切に育ててるツリーハウス。おうおう。
あ、これはこれでいいのか。蝶々。あれ？ハーフブロックが入ってる。これゲルテナさんがハーフブロックにしたの？はい。そうだ、そうだよね、そりゃ。よこの中って何した？あ、半分入れたってことか。んで、ちょっとこの中に装備入れとこうか。いて。釣り竿をまたエンちゃんとで。なんやかいつない。ここにもあんのか。なんかいろんなとこにいろんなもん入ってんな。閉じ込めてあるなんこれ村にいる人え？これなんだっけ？それゴーレムだよ。ゴーレム？あ、ゴーレム。ゴーレムね。ゴーレム閉じ込めてありますね。閉じ込めるとなんか。いや、そういうわけじゃないんだけど、この村に連れてきてても、そういうとこに入れとかないと逃げちゃうから、入れときました。とりあえず。ゴーレムって連れてきたらなんか、いいこと？まあ、村だったらね、その村に、村を守ったりとか、してくれるんでしょうけど、ここ村じゃないし、え、どうやってつ首輪して、そうです、紐で引っ張ってきました。そうか、向こうの村から、向こうの村から。ガラスが透明度が下がったけど継ぎ目はなくなりましたね。そうですね、継ぎ目が分かりづらくなりましたね。もうなんか、薄んだガラスになっちゃった。あ、そうですね。よいしょ。皆さんは何やっとるんですか？今、自宅も戻って、レッドストーンをちょっと加工しようかなって。レッドストーンダスト。ナウレアさんが歩いて帰っていく。どうしようかなと。後ろ姿を。犬さん、もしレッドストーンとかいっぱい私あるけど、いらないか。ああ、じゃあ、大丈夫。あります。なんか、買わないんで。そろそろちょっと、カエルのお部屋も作ってあげないとな。カエル部屋。カエルはね、逃げるからね。ヤギの家も作らないとな。結構激しめの雨だな。ノリブロックいりますか？
ノリブロック入りますか。ノリブロックどこに使おう、もらっても。そうですね、そういうことか。よし、ミヤリさん寝ちゃったのかな。そうなんですかね。ここ壊したら穴だよね。そうよね。なんかエンダーマンの音がする。多分大丈夫か。地下だとなんか玉みたいなのが落ちてくる。水滴ですかね。帰ってきました。あ、ほんとだ。お帰りです。お取り返した。お帰りなさい。寝ちゃったのかと思ってました。夜お風呂に入ってきました。お風呂やっぱり扇風機。あー、コーヒー飲みたい。こちらの扇風機も取りに行ってきましたよ。あ、扇風機も取りに行きました。はい。あー、寒いなー。ちょっとお風呂入る。いいな、でもお風呂。今入りてえな、寒いから。ちょっと暑い。ポカポカになりたいな。あ、タイミング悪かった。ネグサお風呂入ってもいいけど、配信続けてね。どういうことですか？入りながら続けて。どういう意味、どういう意味ですか？入りながら続ける。うん。どういう意味？お願いします。どういう意味なんだ、一体。ん？晴れてる。土持ってないか。まあ、いいか、とりあえず。逆でいいですか。あ、入ってるね。見たっけ。逆でいいですか。はい。はい。こいつ。まだ金持ってるんだ。ここに置いて。で、土、あ、土はあっちだ。土を取って、
ちきれねえよ。ほぎゃー、あ、ほぎゃー、取れる取れる、よし。んで、荷物か、いっぱいやね。さん、アルマジロの皮がめちゃめちゃたまる。今何個ぐらいですか？今59個です。もうワンサックいくじゃないですか。ワンサックいくじゃないですか。たまるって言ってるじゃないですか。たまるんですよ。すっげえ面倒見てるじゃないですか。それ何に使うの？それ、あの、犬の鎧ができるんですよ、新しく。うん。犬の鎧欲しい。犬の鎧が、8個で1個できるんで、あと、色もできるんで。いいね。さあ、ロシア見ていくぞ。どんどん溜まりますよ。ゴールドシップ。行くぞ、ゴルシップ。ゴルシップ。うちのゴルシップ早いんだ。出口のところに行くんだ。え、ポケモンセンターは使わないんですか？ポケモンセンターはそれ二人乗りなんで、遠出用ですよ。遠出用。チェストも入るんだ、それ。これは道元石か。いや、うまいわ。ほんとマジでうまい。よっ。よいしょ。で、1番目ですね。めちゃくちゃあるじゃん。あるって言ったじゃないですか。めちゃくちゃあるじゃないですか。めちゃくちゃあるですよ。30持ってきましょうか。15。あれ、この お馬さんに金の鎧つけさせたら見た目が何も変わらないですね。なんすか？え、今、犬さんの馬に、はい。金の鎧ついてるんですか？金の鎧 つけたんですけど、見た目変わらなかったです。全然変わってないですね。
変わってないですよね。ただのマウスね、こいつ。でも、あれがタイヤです。よし、大釜ってないですもんね。大釜？はい。大釜って作ってないですよね。なんすかそれ。そうですね。ちょっと待ってください。説明しづらいな。なんか料理とかするものなんですか？水亀みたいなやつ。壺じゃなくて。壺じゃないですね。作ってないですね。どれだちょっと存在を知らなかったです。レシピ出てないな。あれマジでレシピ出てねえな。レシピが出てない。ではちょっと作ってみようか。あった。ありました？大釜、そうですね、レシピ出ましたね。じゃあ作りますね、俺、インゴットあるんで。ああ、いいですよ。いいか。何に使うんですか？水を貯めるんですか？そうですね。で、出口バケツあります？バケツありますよ。はい。僕持ってますよ。大釜。大釜、とりあえず、どこに設置したらいいですか？え？こっち？なんか、この辺の横になんか置いて適当に置いて。あ、いいですか？これ。はい。これ何ですか？ここに水入れてもらっていいですか？水ですか？はい。いや、ちょっと待ってくださいよ。ここに水入れるんですか？はい。そこに水入れて。あ、いいです、いいです。はい。で、染料あります。え？染料あります。染料持ってないっす。お花、なんか余ってるやつあります？なんでもいいんで。花もないな。この辺に咲いてるのなら。ああ、まあ、その辺の花でもいいです。一個でいいんですか？あ、一個です。はい。じゃあ。これをお渡せればいいですか？はい。あ、はい。あ、はい。すいません。ありがとうございます。ステンレを作ってきますよ。なんすか染料をそんなこ、はい、染料をあん中入れるんですか？そうそうす。これを作って、で、クラフトで、ちょうど出てたんで、これを。何を作ろうって言うんだ。で、作って、これを、ここに、ちょっと、これ、キロじゃないですか、今。はい。で、この、狼の、これ、茶色ですよね。はいはい。そしたら、黄色い鎧にできるんですよ。あ、そういうことなんですか。そういうことです。この釜の中の水はどんどん減ってくるんですか？これは、そうですね。何回か使うとなくなっちゃいます。あはい。で、色変えるんだ。はい。色につけます、これ。で、例えば、このワンコに、あ、すげえ、あ、これ僕の犬じゃないです、まだ。名前がついてるだけなんだ。あ、だけですね。まだ飼い慣らしてないです、そいつ。名前ついてるのに。名前ついてるのに。首はついてないですよね、そいつまだ。ついてないですね。はい。剣だけ。うん。野口の犬あります？僕はいないんじゃないかな。いたっけな。これ、ケルベロ太郎の仲間にしてないんですか？ケルベロ太郎？はい。特にいらないって感じですか？今は別にいいかな。ああ。骨あります。ないっすよね、骨。骨ありますよ。でも、ちょっと先に一回寝ませんか？
あ、寝てます。はい。で、ネビシ、あの、ケルベル太郎を仲間にしてもらっていいですか？ケルベル太郎ね。はい。もう、いい加減、こっから、解放してあげましょう。ケルベロ太郎。はい。めちゃめちゃ隣でむしゃむしゃ食ってたな。バレた。これで、ケルベロ太郎の方に。あ、いいっすね。で、ネグチこれ渡すんで、つけてください。これ渡しますよ、今。はい。はい。それを装備させて、ペルベル太郎に。ほら。おぉ。黄色なのか茶色なのかようわからんけど。あ、もう、刀剣みたいになったね。セントセイントセイヤみたいになったんですよ。クロスそうだけど。ケルベル太郎全然ついてこないんだけど。目覚めた。全然ついてこないケルベル太郎。あ、もう後ろいますか。後ろいますか。もう刀剣ですよ、そいつ。こいつ、こんで刀剣になったんですか。はい。はい。あ、ゲルゼラさん。社長？何？社長どこにいます？社長、じゃあこれ1個あげますんで、自分の色、と思ってくださいね。はい。ありがとう。で、あの、大釜、この、後ろにあるんで、自分の好きな色、うん、ここに。ピンクだったらピンク入れて、それジャブジャブ使うと。何これ、ドブみたい。あの、染料入れてもらっていいですか？それ、ね。自分の好きな色。はい。メニュー入れてもらって。え？何？村人ゾンビ来た。村人ゾンビですね。燃料。はい。ケルベルさんも。鎧ついてますよ。え？あ、ごめんごめんごめん。これ、名札ってどうやって使うんですか？俺使ったことないんですよ。あの、土曜日さんが。名札は、花床で名前を名札につけます。で、名前をつけたい動物に。花床ってどこにあるの？ここに、この、釣りのとこにあるよ。あ、釣りのとこにありますか。うん。左、右クリックで何も起きなかったから、右クリックで、しばいちゃった。え、ここに穴札で、ここで名前をつけるんですか？そうで、エンチャントコスト1ってなんすか？レベルです。あ、レベルを用意します。あ、使うんだ、名前つけるのに。あー、なるほどね。ネグシレベル何ぼですか今？ちなみに今僕は1以上。6ですね。ですよね。あ、じゃあ、赤になった。赤になりました？はい。じゃあ、ワンワンに、自分の好きなワンワン連れてきてもらって、それに、あの、セントセイヤで。来たよ。本当だ。これ、ぜひ見てください。ちょっと待ってくださいよ。セントセイヤみたいになってあれ、ブロンズセントみたいになってたの。犬が犬がマッチでブロンズセントなんだけど、ブロンズいいの？かなりイカついな。あ、できた。
これをつければいいんだ。ちょっと待ってくださいよ。どれですか。おーかっこいい。かっこいい。こんばんは。はい、名前つけました。うまい棒。なんだそれ、うまい棒。うまい棒。なんか鎧の色がなんかうまい棒の色っぽいなと。うまい棒。お前はこれからうまい棒として生きていくんだよ。あれゾンビ肉どっかにあったよね。あ、どうぞ。あ、うまい棒にあげ与えてあげてください。え、どこいる？うまい棒叩いちゃったからさっき。どこ会いたい。ああ、あれ、あうまい棒の子供ができちゃった。ミニうまい棒ができちゃった。ミニうまい棒が。ミニうまい。ちびうまい棒が。え、ちびうまい棒誰の誰の子供かな。それニグさんのになったよ。あ、そうなんですか。うん。本当だ。ミニうまい棒が。ミニうまい棒。うまい棒ミニ。マジか。可愛がってあげてね。もううまい棒もうまい棒ミニも邪魔くさいからもうここで止まっとけよ。悲しい。悲しい。悲しい。うまい棒がよ。それ噛みつくよきっと。大きくなったら。うまい棒がよ。ガブガブ。三一二一二。おー、こうやって名前つけるんだ。オッケーオッケー。うんうん。こうやってつけるんだ。名前が。だから。あ、久しぶりに、紐の使者が来てる。よいしも、ひもの使者。殺されるぞ。あれは、ひもの使者一匹しか連れてないな、今日。ひもの使者。毒々しいよ、ひげ落とした。はい、ひもの使者を抹殺しました。紐頂戴いたしました。かわいそうに。これで晴れて自由の身だよ、アルパカくん。あ、アルパカくん、紐の使者の紐をつなげて捕まえとこう。で1個でいいから、あとは返しとこう。あ、そっか。これおー、怪しめの父。こいつを1個持って。ナイスネイチャーどこ行った俺の。ナイスネイチャー。あ、ナイスネイチャー。ナイスネイチャー動いた。開いた。これ、名前はこれナイスネイチャーだった。馬の名前ですか。なんで全部競馬、競走馬なんだ。ナイスネイチャー。あ、そうなんだ。競走馬の名前なんだ。はい。ナイスネイチャー。そう、ゴールドシップやら。はい。
ナイスネイチャー。ナイスネイチャー。ゴールドシップって変態の馬でしょ？え？変態の馬なんだよ、ゴールドシップ。そうですね、ゴールドシップ変態の馬ですね。変態ですね、変態さんですね。うん。どういう理由で？どういう理由で？どういう理由で？ゲルタさん、そこはちょっとどいてほしい。何でも乗りたがるんですね。どうですか犬さん、これ新たな倉庫です。趣あるでしょう。どうですか。あ、これですか。これです。はいはいはい、これです。あ、すごい。なんか乗りブロックじゃねえや、あの使ってんじゃないですか。そうです、あのコケブロック。そうです、そうです。すごっ。あれ？ああ、いいっすね。あ、もう寝るらしいっす。寝るらしいっす。寝ましょうじゃあ。寝ましょう。あ、ちょっと敵倒すときでお待ちください。あ、いいっすよ、全然。OK。朝のこの朝もやみたいなのがめっちゃ好き。あれ、うまいものが。すごい綺麗だよね。あれ、ナイスネイチャー。あ、縛ってあるじゃないですか。縛ってありますよ。ほんと一つの町だよな。町っていうか村だよな、ここ。なんかいろんな建物追加してる間に、なんか広がってきましたね。ね。木か。あれ？君は。違うのよ。もっと染料を探しに行くか。よかったな。いっぱいあるじゃない。なんですか、気に入らないですか、色が。色、いや、あと1回分しかないんで、まあいいや。ナイスネイチャー。ナイスネイチャー。アートネイチャーじゃダメだったんですか？アートネイチャーとはダメですね。じゃあ、ダメです。ナイスネイチャーじゃないと、万年2位の、万年 2着3着の馬です。あ、そうなんですね。はい。ナイスネイチャー。ナイスね、じゃあ。ないじゃないっすね。もう。あれ？嘘。うん。枝か。枝？あれ、枝？枝ってどこに？あ、あったあったあった。こっち、OK。とりあえず。
そっちは。こっちじゃねえ。自宅に帰るんじゃねえよ。間違えた。あ、竹が欲しいんだ。はい。あ、低い。低いなぁ。しないとダメか。サーブ10なの？どこ行った？サーブ10なの？あれ、ネグチ、サボテンって持ってましたっけ？サボテン、どっかにありましたね。チェスト、どこのチェストだったかな、さっきどっかで見ましたよ。どこだったっけな、はい、1個いただいていいですか。あ、全然いいですよ。ね、どこだったっけな、ここだったっけな。ありますね、サボテン。ありますか。4つあります。この畑のとこにありますね。あ、こっちこっち。このチェストの中入ってます。あ、了解です。ほんとだ、ほんとだ。よし、だって1個は占領、1個は増殖用に。緑の天狗になる。どこ行った？どうぞ。ゴいいじゃない。何がいいじゃない？いや、そう、この横にちょっとが
寂しかったんでちょっと情報量を追加したと言いますか。ここですよ、ここですよ、これす。いいじゃない。情報量を追加しました。よかろうもん。丈夫で。よかですね。あのね、ヤギが変なとこに入り込んでるんですよね。どうやって。どうやってそこに？なんかよくわかんないですけど。これ死なないの？いや、わかんないですよ。顔出てる。死んじゃいそう、なんか。あれだな、せっかくあれしたけど、ここに窓つけるか、やっぱり。よいしょよいしょよいしょ、取れないんだ。まあ寝てんだ。早っ。え？寝ねえだって。寝てた。寝ね。今寝とったんですか、インドさん。いや違います。あの社長が先に寝てたら早いなと思って。あもう夜か。早いなぁ、もう。怒られたい。なえよ。全然何もできてない。シアンだけでなんか、時間が経っていきますよね。こっちは木ですね。で、後ろは石。ありがとう、ありがとう。めっちゃいいね。助かっちゃうな。Thank you.
邪魔おい、こわこっち邪魔くさいからおい、こわうまいもおい、座ってろ割れてたじゃないですか。はい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 、はい、あれのね原因が分かりました。どういう感じですか。ディスコとか何も設定変えてないのにでかかったんですよね。はい、何がと思ったら、はい、僕のスマホの音量いつも下げてるんですよ。はい、話すときとかは、はい、あれがボリュームマックスになってましたね。いや、プライベートで使ってるみんなでご飯やってたってことですね。じゃあ、はい、プライベートで使ってたこう携帯の音量で僕が録音してたと。ああ、そうですよね。でも原因は分かってよかったです。いやいやいや、俺が悪いのかなと思って、僕もちょっと、機材つないで話そうかななんて思ってたけど。悪いですけどね。はい。犬さんが悪いんですけどね。はい、悪いんですけどね。はい、だいぶ。だいぶ。だいぶ。あ、これどうなってんだ。あー、そうか。この線も掘っちゃってもいいかな。どうなんですか。でも機材つないで喋った方が話しやすくないですか。そうでもないですか。話しやすいですね。前僕なんか歌を歌ってましたよね。いびきですか。そうそう。あ、いやいや、違います。いや、なんか、いびきじゃない。違うんすか。あ、いびきじゃないか。自分で言ってきたこと。僕も、ついに認めたんだ。違う。ついにじゃねえか。違う。違うんすか。なんだ。うん、違うっすけ。なんだよ。残念がんだよ。そう。だから、あれですね。なんか、もう なんつうんだろうな。ほら、歌ってて、その時にマイクを使ってたから、はい、うん。やっぱ使った方がいいのかな。まあ、こう、ディスコで喋ってるとはいえど、そうなんですよね。音は良くなりますよ、やっぱ。こう、うん、そうそうね。うん、あとは。
とですね、環境をまず整えてからっていうか、まあ、テレビとあれをまたモニターとまた別にしようかなと思ってるんで、まあ、そのうち音良くなるんで。あ、そうなんですか。ゴーゴー、はい、ゴーを置きたいってことで。あれ、これ、これでいいのか。いやー、いまいちわかんねえな。いや、ここにつなげよう。ガードレール2個。ガードレール2個。こんなとこかな。試運転してみるか。しょっぱいな。あ、なんかうまくいかないな。何をやろう。ネクチ、ネクチちょっと、775の65来てもらっていいですか。775。ああ、ラブリアさん。はい、ラブリアさんが、ラブリアさんが溺れ死んじゃう。775来てもらっていいですか。遠いっすね、また。ちょっと待ってくださいよ。はい。いや、なんかやってたらいいですよ。大丈夫です。超くだらない。超くだらないことなんで。ちょっと待って。ネグさん、このレスポンチってどうやって戻ったらいいんだっけ？リスポンの場所ですか？キッチンになった。あー、直したらいいっていうのは？なんだこれ。ベッド壊しちゃったってことですよね、きっと。うん、壊しちゃった。もう自分で這い上がれない谷底に落ちちゃった。そこで溺れ死んだんですか？うん、なんか、すごい水流に落っこちて。巻き込まれて。巻き込まれた。で、スポーンチはもう寝るしかないっすね。どっかのベッドで。今、レスポン、初期が、なんか作ってくれたの、ピンクのはしごじゃないわ、なんか柵で。最初の初期リスポンチですね。そう。はいはいはい。ここってベッドないよね、あった。ありますよ、作っときました。これ、こっからどうやって戻るんだっけな。なんかあってもいいように。もう取りに行けない荷物、あんな、なんか。誰かが来た後はあったけど、なんかすごい谷底に。そんなとこに？みたい。犬さんのところ？自分に掘ってたら、なんか洞窟来て、洞窟からなんか、すごい水が流してあって、すんごいそこまで落ちていったけど。自力で帰ってこれ。でももう、だから荷物取りに行けない。え、結構、ありました荷物。なんかもういいや。不要な荷物ならいいですけど。不要でもないけど。まあ念のため地図取っといてくださいよ。わかりました。捨てるのもねもったいない。また機会があればいつでも取りに行けばいいんですから。うん。いやもう自分一人じゃ行けないから。
あんな深いところ。ちょっと待って、なんだって犬さんどこ700と15です。ちょっと待ってくださいね。うん、700でしょ。おなんとこ、こっちか。これどうやって帰るの、このここをたどっていけばいい。メグさん、これとりあえずこの道をたどってったらいいよね。あ、そうですそうです、それたどればあの着くようにしてありますよ。700どこ、村の方か。そうそう、村の横ですが、あのキコリ小屋あるじゃないですか。はいはい、あの道、あの道まっすぐですね。来ましたよ。え、あ、いや、まだまだ、村までとりあえず来ました。どこ700でしょ、もっと向こうだな。あっちか。700どこっすか。727まで来ました。748あたりです。48、こっちか。こっち、あ、違う、100来すぎたな。760まで来ちゃった。もう階段があるとこ犬さん家なのかな。あ、多分そうだと思いますよ。あのでかい階段は、ま、丸石の建物がそこにあれば犬さんのお家か。辿ってきたら犬さんだった。そうかも。僕の家ですよ。え、どこ747とか700。ちょっと行きましょう。47、50とか。どう、今740、30になっちゃった。あっちか。ん、あ、いたいた。名前が見えないのかな。いますよ。見えてますよ、僕からは。あ、僕だ。どうしました？何これ。これ乗ってください。はい、これ乗ってください。はい、はい、で、あれ、向こうにスタートしてください。あ、ごめんなさいごめんなさい。いや、これこれ、はい、向こうにスタートしてください。ただ走りますか。え、なんすか。走りますか、ちゃんと。遅いんですけど。急に加速しました。犬さんに追いつかれてるんですけど。おお、終点です。終点です。おお、すごい。これどうですか、このトロッコ。いいじゃないですか。はい、おお、これ何駅ですか、これ。いや、ここ何も決まってませんよ、まだ。ナイスネイチャーステーションですか。ここで競争場に。しかも。ナイスネイチャーステーションが、ね。もう、うん、この辺の途中、ね、ライブ屋さんとか、ミコリンさんとか、ネグシに、この辺。うん。なんか、こう、家を作って、とか。どうか。めちゃめちゃ他力本願だった。勝手に土地広げて家を作れっていう。
だるくてもこの辺もだるすぎて、でもだいぶ日焼けてますね。はい、だいぶ工事しました、ここだいぶ工事しました。すごいな。ニュータウン、ニュータウンですね、漁村です。釣りに行きます。もうだいぶ自分でやる漁村です。漁村、漁村です。漁村ですか。はい、いいですか。そう、漁村です。皆さん、おっせ。釣りができるんですか。おっせ。おっせ。おっせ。もう、これでしかないんですよ、もう。鉄がなくて。もう鉄なんていくらでもありますけど。鉄がなくてもうこれしか作れないんですよ、自分の今の経済力じゃ。それで、ね、石を欲しがっとったんですか。あ、そうそうそう、鉄を欲しがっとったんですか。はい、3スタックぐらい欲しかったんですよ。そしたら、ね、ネグ村に第二ネグ村までこうつなげられたらいいなと思って。あ、そうですね。そう、はい、ナイスネイチャー。ナイスネイチャー、まだ決まってませんけど、ね、名前。いいの。ナイスネイチャーロード。はい。あれ、走れない。腹減った、走れない。次行くか。鉄はそんなにない。スライムボールだけはあります。ラリアさんのお家の近くで中で湧くんでしたっけ。湧きまくりです。なんかこのリアリズムクラフトのテクスチャーだとスライムの顔がやたらめったら気持ち悪いって話ですけど、全然可愛くないです、ね。いや、極悪ですよ、顔気持ち悪かった。なんかあんまりでした。そうなんですね。まだ見てないんだよな。鉄だよな、やっぱりな。でも、ちょっと借りましてもいいけど、取れてるんで、持って、いや、いや、もうだいぶいるんで。だいぶ。この距離で、だいぶいる。だから、大丈夫です。それは、装備に使ってください。はい。しようかな。石あるか。ここでじゃあ一旦ちょっと、ね、ディスコードの見た目変わるなってよね。はい。ディスコードのなんか仕様なんか変わりました。なんか見た目が変わったんですけど、こう通話中の。ああ、ちょっと確かにそうやって言われて初めて、あ、そうかって思いましたけど、そうですよね。なんか変わってますね。昨日までと違う。今日変わったんじゃない。え、昨日までと違う。昨日と違うんですか。あれ。うん。そうなんだ。なんか四角い枠に入ってる。四角い枠入ってますよね。ね、前回までなかったよね。色がついてる、うん。確かに。言われてみりゃそうだ。
あ、違う、間違えた。みんな寝てる？これ寝てないか。あ、ね、寝ます。いや、よし、どこ、よくわからないですね。ミュートだ。ハーブロとかって他にもあるかな。ある、あるっちゃあるけど違うな。違うな。だいぶ慣れたもんだと思いませんか。尺です。はい。尺です。尺？尺です。なんでどういう意味ですか。いかんのい。わかりますけど。みかんのい。いかんのいらしいですよ。でも、もう、ほとんど余裕っすね。だいぶ。いかんのいらしいです。ああ。慣れました。ああ。慣れなくていいのにね。触ってる。あんのいいらしい。なんとなく慣れますよね、やっぱり。あんのいい。もうこの水がめの中を血に染めちゃうぞ。なんちゅうサイコパスな発言なんだろう。そんだけありゃいいか。死んだ。ヤギが急に。あ？急にヤギが死んだ。なんでなんで？いや、わかんない。急に叫び出して見たら死んだ。やっぱり
土に埋まってるのは苦しかったのかな。でかつカエルがいない。え、カエルがいなくなった。カエルと相打ち、なんですかね、わかんないですけど、急に苦しみ出して。なんだあいつ、勝手に死んじゃがって。怖い、これひずさん寝てる？なんすか？なんでもなかった。大丈夫っす。ゼムの声。うん、なんかあのヤギとカエル悲しいなと思って今。もう眠い、眠いですねこれは。はい、そのうち奏でますよ。めちゃめちゃ悲しいなと思って。今あんだけ苦労して持ってきたのにって今一瞬考えて。本当ですよ。ああ、大バカ野郎どもですね本当に。まあ大バカ野郎っていうか、なんかね、せっかく縁のハルバブ、縁のハルバブ。もう口言えてねえや。エンドハルバブ。ハルバブ。帰って言いづらいわ。エンドハルバブは。ハルバブ。なんだ、せっかくヤギのお家作ったのに。あれ、カエルマジでいないんですか。はい。カエル。そうなんです、ミヤリョさん昨日いっぱい見た、見てない、え、昨日見たっていうこと。ちょっと鉄火八か9 9 9。馬ってどうやって鞍つけるの。乗って、またがって、うん、インベントリー開ける。上？え？パン。あ、これまだ懐いてないな。どう、懐い、どうやったら、人参あげんの？え、いや、あの、乗りまくる。乗りまくるの？じゃあなんか、あの、ハートが出るんだよね。今振り落とされてる状態。うん。で、何回か乗ってたら、ハートが出る。出た。出た？うん。この状態で乗って。あ、まだ懐かせてなかったんですね。で、インベントリー開ける。インベントリー開いた。じゃあ多分つけれるくない？わ、おあ、どうやってつけるんだろう。あれ、え、馬のインベントリーになってる。あ、ついた？馬、あ、あ、これつけるんだ。へえ。で、これを下の方につけたりの。うん。どっち？どっち？上？上かな。あ、オッケー。あ、ついたね。足？足じゃない。え、なんだ。それで動けるかな。動けた。で、下の方かな、上の方か忘れたけど、なんだ、鎧、馬鎧っていうのが別のアイテムがあるから、うん、それで鎧をつけれるよ。ありがとう。靴をここに入れてやろう。あれ？なんか入らないのこれ。この幅じゃ入らないの。あ、紐がついてた。紐がついてた。えん？どうしたらいい？これを降り。閉めありがとう。うんと、もう外して、ま、
なんか馬が立って。叩いちゃった。なんで？馬叩いた。おい、お前落ちてくんなよ。もうダメでしょ。下がんねえよ。そっち行くの？マジでお前。ダメ。くそ。ボボ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 ボ。あ！わ。あれ？まさかの。さっき。まさかの。まさかのエンダーマン。まさかのエンダーマンだ。どこだ。日が暮れちゃう。じゃあ、もう落ちんなよ、マジで。よいしょ。あ、ラフレアさん。馬の練習をしています。お馬の練習。あ、で、なんかこの人何も持ってない。え、この人何も、あれ、馬紐つけるでよ。紐つけるな。紐は紐もこれあかんすな。あ、まあでもいいか。もうあ、つけた。どっかに縛っとく。ここ縛っとく。よいしょ。あれ、ここにつらいなくなって。もうあれ、なんか殴られた。あ、あ、なんか殴られてる。ああ、何もも、武器も何も持ってなかった。海の魔物に。うん、死ぬ。え、なんで今起きたてなのに。やめて、やめて、お前、やめて。ちょっとネグさんとこ出よう。いて。ちょっと待って、痛い。ちょっと待って。え、今夜開けたんですよ。よく。まずいまずい。ヒットポイントはねえな。眠れないや、ごめんなさい。うん。今夜ですよね。夜ですよ。一回出ます、ね。ちょっと待ってください。で、た、やられちまったぜ。あれ？あ、これラウレアさんの武器かな。あ？嘘。めっちゃやられるやん。私今何も持ってないんですけど。あれ？ああ、ゴーレムも殺されてる。ああ。
ゴーレム殺されちゃったの。ゴーレム殺されちゃいましたね。せっかく囲ったのに。ドラウンドによって殺害されました。いい。ナイスコールとしたんだけど忘れちゃった。残念だ。鉄の塊になっちゃった。鉄になるんだ。鉄になりますね。持ちきれねえや。よし。やっぱとっさの時キーボードだと何がなんだかよくわからなくなるな。輝くスイカの薄切りって何？輝くスイカの薄切り。何にもない。これが3か。3じゃちょっと少ねえか。何にも持ってないんだよな、武器とか。はい、そうか。お、犬さんでどこにいるんですか。僕は今何もだろう。919920あたりですね。919の920。あ、920の65の240ぐらいですね。900か。電車だ。ニュータウン。ニュータウンです。あの、入居者募集中です。入居者募集中です。行きたい、はい、行ってみたい。入居者募集中です。いや、私今あのネグさんの拠点にいるんですけど。そこまで行きます。お願いします。馬乗ってるよ。ヤグレアさんどこにいる。ネグさんの馬乗って行きますよ。あの道をたどって、木こり小屋の方からずーっと行けば、道たどって、行けます。嘘だろ。え、動物園の方？今ね、あの、何これ。ヘトちゃんのツリーハウスみたいなところにいる。じゃあさ、これ、ついでに持ってって。うん。これ。今ね、残りの耐久がまだ低いけど、でも、これシューズついてるから、釣れば釣れ、するほど、回復する釣り竿だから、それ、あげるね。ありがとう。よそんで、ぜひ使って。ありがとう。ミヤリュウさんはどこですか？ありがとう、めっちゃ嬉しい。イエーイ。ありがとう。なんか、馬に、まだ乗りこなせてないので。あ、なんか、敵がいる。巣から出てきた敵がいる、敵がいる。お昼だから大丈夫。そう、ぼーっとしてる、あの人。あれ、今、人参とベッドしか持ってないからさ。あと、釣り竿を。ここはゲルテナさんのうち？うん、ヘトヘトさんのうち。そうか。ミヤリュウさんどこ？まだ、まだだよ。まだだよ。
馬がないから走っていく。え、馬さ、私のとこにもう一個蔵がついてる子いるから乗ってきたら。もうネグさんの家の前。そうなの。あれ？走っていくよ。言い方よ。走っていくよ。今でもネグさんは2人乗りを乗ってる。ネグ、あれ？ミヤリュウさんどこ行った？え？もう通り過ぎてったよ。え？今すれ違ったでしょ。ミヤリュウさんがいない。ミヤリュウさんどこ？どこ行った？よし、ねえ、置いていかないで。どこにいるの？あ、おるおるおる。前。ん？どこ？え、私は、あっちにいるよ、あっち。どっち？ここまっすぐだよ。まっすぐまっすぐ。橋渡って。ありがとう。木植えたっけ？あ、木植えたんだ、俺。900。あと500くらいか。犬がついてる。うん、犬連れてきた。あいて。ここは何？村？これ。これ村。あ、ロープ落ちてる。最高。え、いっぱいいるやん、ここ。900の919ぐらいですね。920とかそんなもんですね。馬はどうしたらいいのこの時？もう馬でも行ける道作ってますよ。え、お水の中入ったら馬がどっか行っちゃった。あ、馬こういう時馬が水の中入っちゃった。いい、どうしてあげたらいいの？紐かけて引っ張ったらいいの？あ、多分そうだね。紐あったっけな。え、紐ないの？あった。紐あった。あ、私が沈む。どうしたら、ちょっと馬こっちおいでよ。なんだよ。どうにんの、ラウレさん。なんか、村のところ。村のところ。お水。おま、おいで。おま、おいで。溺れちゃう。おいで。ゆりさん、Z 軸は？ Z 軸は203、65の230ですね。右が。230か。もうこの。全然もう。馬が水の中で。あ、あ、おいでおいでおいで。こっちおいで。おいでおいで。あ、よいよい。いいよ。なんか学びました。そして、あなたに乗ります。で、あ、違う、紐外して乗ります。え？宮城さん、水っていったじゃん。ん？こっから先が分かんなくなっちゃった。
来たからな。言ったでしょ。でも、わかんない。何村、あ、ここか？どこ？村で一回、うん、寝れば大丈夫っすよ。村で。ベッドあるんで。この馬どこつないでどこ？まだみんな誰も寝てねえな。あ、行き過ぎた。200、300、300。行き過ぎた。もう一回行かれちゃった。もうね、みんな寝られましたか？寝れます。寝まーす。寝まーす。あれ？ベッド今どいなくなった。いいよ。よいしょ。ちょっとベッドを借りします。ベッドを借りする。あれ？ベッドじゃなかったここ。ベッドを探してる。まだ村人寝れるの無理やり奪いますよ。もしのけて。みんなさ、床に寝てるんだけど。なんで？床に寝てる。ベッド取られたんですよ。いっぱい同じ人に。床に寝てる。ベッド取られたんですよ。床に寝ててさ。抜かりにててベッドがないお借りできないんだけど、他にどこにある？どこある？全部ないよ。どこ行ってもないよ。あれ、まあ危険じゃないなら起きててもいいですけどね。あ、まあここは一応湧き潰しされているはいる。あ、なんかもう一個塔みたいになった。ここは？みんなベッド、なんか今ね、私ベッド持ってきたんだけど、なんか消えちゃった、投げちゃって消えちゃったの。あれ、あ、俺はもう、あ、ダメだ、俺やばい、こんなところで寝てるから、あー、やばいやばいやばい。もういい、俺家じゃないんだよ。もう寝れない、もう寝れない、もう寝れない。ダメだ。この村から犬さんのニュータウンどうやって行くんだ。ああ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。ああ、俺死ぬかもしんない、これ。何ですか？自分の馬どっか行っちゃった。どこだ？どこだ？なんか。ああ、だよね、だよね。だよね、だよね。906の79の393。うわぁ、魔女か。だからか。ああ、だからか。えぐい、えぐい、えぐい。みんな床、みんな床。みんな床。あ、いた。ああ、ダメだ。あら、間に合わなかった。ねえ、なんかさ、宙に浮いて空中で寝てる人いる。外でさ、村人がね、でもよかった、空中に浮いてるけど。マジで。ああ、もう無理だ、やばいやばいやばい。ああ、無理だ、死ぬ死ぬ死ぬ。もう本当に本当にマジで、なんか落ちてくれてもよかったんだよ。寝れたんだけどね、なんかね、ベッドが透明になってる。ちょっ
一回落ちてもらっていいですか。うん、落ちてもらった方が多分ベッドが透明になったら寝てるんですよ。寝てるんですけど、と村人が宇宙に浮いてたから、私が落ちベッドかと思ったら、寝れたけど見えてない。お、誰か起きた。ごめんなさい。僕ですね。あ、倒しました。今、あぶれ。はあ。なんかこの朝になりましたね。見えないベッド。はい。この見えないベッド、あれ？寝れたのにベッドが見えない。あ、あった。回収できました。バグかな？なんか、ベッドが透明で見えないんですよ。ベッドが透明で見えない。そう。でも、寝れたし、回収できた。なんすかね。一回落としてみればどうすか？うん、でももう今起きたからね。起きたから、馬乗って。とりあえずそっちに。でも次もあれですよね。そうなっちゃうと。うん。出ますけど。そう、いっぱい出ます。あ、でももしか、あ、そっか。これどうしようかな。わかりづらかったか。めちゃめちゃ、あ、間違えた。こうして、で、頭皮。あ、このアルマジロ。紛らわしいんだよな、あのキャンキャンみたいなやつ。チュンチュンキャンキャンみたいな言うじゃないですか。チュンチュン、え、言ってる？言ってますね、なんかあの小さくなるときに、キャンキャンちょっと草がバレた。草がボーボーになってる。上はまあワンチャンいいんですよ。上はワンチャンいいです。ネザーゲートに来ちゃった。こっから遠い。逆の方向ですね。あの、今ミヤリュウさんのところに。よし。ミヤリュウさんどこ？どうしようかな。どこ？この辺か。この分か。ここにつけて、ここにつけて、あ、そうしよう。ラクダ。900とか言ってる。900。あれ？右と左に分かる。なんだこれ。右と左に分かれたら左に向かってください。きっと右が多分ネグシの第二拠点の方、湖の
家だと思います。ヒコレ小屋の方面なんで。あれでもさ、こっちだと村に。まっすぐ、まっすぐ行って、まっすぐ行ってください。村に並行して流れてる道が作ってらあるんで。627。下がってきた。違う。じゃあ逆方向だ。なかなかたどり着かないですね。10。今いるとこは740、750、64、230ですね。あ、ここだ。着いた。ありました。着きました。海岸の。ここね。はいはいはい。こうして。あ、もう、来たじゃん。来た。トロッコ。昔だっていいよ。いいよ。押してくれんの、後ろから。押せんな、これ。押せる。押せるの？本当に？押せる。本当だ。早い早い。あ、てんぐりになってる。あ、今日、宮里さんと初対面ですか？初対面です。てんぐりになってる。そうなんだ。ここです。言葉だけ聞くと気になるな。なんか天狗になってる。天狗になってるって、なんか。なんか、えばってるみたいじゃないですか、なんか。確かに。天狗の面が素晴らしい。宮崎さん、作り方がね、いまいちわからないですよ。何ですか、これ。これが、真ん中の、この丸のやつが、ディテクターレールって言って、はい、踏んだら、前のパワードレールに、このレッドトーチがなくても、はい、はい。スイッチが入るんですよ。おー。え、この馬ってどうやって名前つくの？なので、この辺り。この辺り。置いてありますんで。あ、個数もあるんですね。その、要するに、こう、加速する。そうです、そうです。はい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 。適当にこう。まあ、散りばめてあげたら。はい、やったんですよ。使い方よくわからない。とりあえず、走る、こう、減速の、あれをちょっと、確認しながら、ちょっと、やったんですよ。もしよかったら、あげます。はい。いいですか？あ。招集かけたわけではないんですが。でもちょっとね、こっち、それじゃあ。マジですか？ああ、ざっす。いや、これだいぶ助かりました。この新築を採用された。はい。ああ、ざっす。やった。電気がついたんですよ。ああ、いいです。ポケモンセンターのお部屋も。トロッコ。え、これ採用なの？いいっすよ。あ、そっか。採用でいいっすよ、別に。全然。やったー。全然採用で。さくらちゃん、これで安心だね。パワー作んないとダメか。ほんで安心ですよ。あれだな。今まであんな、こんなとこにくっつかれて。よかった。あれ、本当だ。カエルいなくなって、どうして、どうやっていなくなったの？移住者も。死んだのかなぁ。ヤギとカエルが化学変化って死んだの。パワードレール。多分いない、ね。あ、金か。金だ。金持ってこないだな。ねぐさん、ねぐさん。はいはいはい。この地下ってさ、見たっけ？え？地下？この地下って見たっけ？ちょっと待ってくださいよ。地下？そんなとこに地下ありましたっけ？
ううん、このちょうどさ、下らへんにさ、はい、なんかさ、ツツジあったでしょ？え、そうでしたっけ？ん？夢かな？いや、どっから行きました？昨日じゃなくて、村から帰ってきた時に。どこに行くんですか？あれ夢え、あのさ、ま、村あったでしょ、村、この近くに村があったと思う。帰ろっか。あ、村って一番最初宝探し行ったとこですか？あ、そう。あれ夢じゃなかった。あれは随分向こうですよ。でも随分向こうでしたか。はい、その入る途中に筋見たからさ、その下になんかあるかもしれんですね。あそこは行ってないと思いますね。行ってない？行ってないと思います。あの辺はほらキュンキュン言ってびっくりするんだよな、ね、あるまじろ、ね、ちょっと待ってくださいよ。よし。ああ、結局ここ開いちゃったな、じゃあ。あれか。もうここで寝るようになっちゃったんだよな。しかもね、これね、なぜか、ベッドの上で寝てるんですけど、うん、二重で寝てるっていうか、なんか枕で寝てるんですよね。布団で横になってないんですよ。枕で寝てるんですよ。わかります？なんか体が斜めってたよ。いや、そう、今もう斜めってますね。半分ベッドから落ちてますけどね。そうなの。どうしてベッドバグってる？なんかこのリアリズムテクスチャーで寝るとなんか変わった寝方になりますね。これは持っていきます。ハム洞窟行きたい。どこへ行くんすか？ハム下洞窟行こう。もう4時ですよ。もう4時です。まあ今日5時までやりますもんね。そうなんだよ。これハードディスク足りるかな。なんか切れそうで怖いんだけどな。大丈夫かな。一回切ってもいいよ。いや、一回切るのはいい、それはそれでいいんですけど、切ったところで容量を増やすことはできないんですよ。どうか。そこをなんとか。そこをなんとかって言われてもな。ちょっとまた、ちょっと荷物が。この辺はいいとして、あ、もう入らんのか。こっちだったっけ。なば、あれ、松明ってなかったですっけ。松明、あ、松明あっちだ、地下だ。あ、どうぞ。地下の地下の見えた。ありがとうございます。いや、全然足りないかもしれないですけど。いや、もう、こんだけあればもう、あれ、ああ、もう、
レッドストーントーチもあるよ。あ、そうだ。あったあった。ハードス。もうなんか集中力欠けてきました、今。集中力欠けちゃったっす。もう今日は締めでいいんじゃないですかね。もう4時ですよ。4時です。じゃあ、いや、マジで、ほんとハード、多分これ、今、割とカツカツなんじゃないのかな。どうなんだろう。面白いこと言って。一番、なんだこれ、難しいやつ。え、これ何ですか、頭皮？うん。植えたんですか？余ってた。使い方が雑だな。その余ってた。ああ、そうだ。あと3つか。ちょっと持ってくるか。多分ね。じゃあ、気になった写真だろ。やめる感じですかね。やめる感じですか。記念写真。多分ね、切れそう。切れるかもしれないんですよね。多分。記念写真。いや、とりあえず。みんなどこにいるんだろう。あの、寝癖のとこ行きますよ、今。行きます？はい、行きます、行きます。あ、なんか余計なもん取らされた。え？サトウキビ。あべ。もう集中力かけた。あべ。ね、よし、行くぞ。ナイスネイチャー、行くんだ。ネイチャーについていく。待ってよ。ナイスネイチャートロッコ乗っちゃってんすよ。なんでトロッコ乗る？トロッコ乗れる。トロッコといえばなんか村人を拉致して連れてくるイメージ。早っ。もうそこは知らないけど、とりあえず。ちょっと置いとかないでよ。はいはい、いや、こっちだよ。なんでお兄さん、はい、キツネいるよ、キツネ。あ、キツネいいですよ。まっすぐですよ。あの、道沿いを走ればいいですよ。どうしよう。いいんですよ。これが、ね、道沿い。わからん。これを。いや、マジで道沿いです。道沿い、あ、これが道なのか。そう、これが道です。壁を生かさんとな。クソガキになってる。クソガキになってる。こっから先がわかんない。何コントロ小屋みたいな。あっか。キツネ入れてもいいけれど。え、こう右か左かどっち？いや、そこ左ですね。左。山の方、山削れてる方行ってくれれば。おい。めちゃちゃ邪魔するやん。やっぱりクソガキだった。クソガキ化しやがった。たまにはいいでしょうが。聞きました。クソガキ化しようね。家の裏にいます。ここの倉庫の裏にみんな。あ、もう帰ってきました？もう来ました。あ、この屋根すごい。え？屋根？屋根、はいはいはい。あ、こう、なるほどね。何置いてるんですか？どういうことですか？これです。この屋根。ああ、これですか？はいはいはい。焚き火ですよ。焚き火ですよね。はい。焚き火の火を消したんですよ、上にね。あ、水で消えるんですか？そうです。そういう感じの屋根にもできますね。はいはいはい。
これまた作られるんですか、火をなんか。いやー、ちょっとそれは分かんないですね。いつもこういう感じの屋根用にしか、屋根を作るときにしか使わない。着火はできないです。着火はできないです。着火はできないんだ。でもすごいな。ちゃんとこんな屋根できるんだ。ここにやりも新拠点は、それ使いましたね。屋根。これ、犬さんこれ。何すか？ラクダのお家。かわいい。砂持ってきましょうか、砂。砂こあ、砂ある。砂ちゃんとあるわ。一応置いてあります、少しだけ。はい。あ、ちゃんと生えてる。おー、水飲んで。広がってきましたね。はい。あ、怖い。あれ、カエルって水入れないと死んじゃうっすよね、でも。死んじゃう。カエル死にましたね。死んじゃいました。天狗をもがいくれた。ありがとう。多分、そのホラガイ吹けるんじゃないですか。はい。吹けました。え、ここで取るの？いや、違いますよ。ちょっと、今、掘ったとこだけ埋めとこうかなと思って。アルマジロ。おー、かわいいアルマジロ。あ、そっちはいいんです。そっちは、いいか。もうちょうどなくなった、OK。どこで取ります？あ、ミヤリュウさん、あれやりますか？ん？あれを。あれやりますか。あれやりますか。あれやる持ってきますわ。あれやるしかないっすよ。やっぱり。あ、持ってきます、持ってきます。この時のためにですよね。確かに。なんだ？さあ、皆さん、お待ちかね。スーパー、音声だけ聞いてます。スーパーなことをしますんで。スーパーなこと。はい、スーパーなこと。あっと驚きますよ、多分。間に合うかな、夜までに。あっちだけでもいいですけどね。あっちだけで。あっちだけで。あ、でも夜になりそうですしな、もう。もう夜になりそうといえばなりそう。あ、お家の方に持って帰られたんですか？あ、そうそうそう。あ、そうかそうかそうか。もうすぐ取りに行ってますよ。もう。お、これ、はしご登るときの、はしご登るときのモーションちゃんとあるんだね。リアリズム。駆け上がる感じですよね。うん、知らなかった。ずーっとこうね、普通のマイクラだと、スーって降りてくだけだったんで。確かに。はい上がるモーションがちゃんと。わぁ、夕焼けだ。眠たくなってきましたか？はい。ああ、夜になりますね。ああ、今日は疲れたな、でも。毎回疲れて、疲れますよ。大丈夫ね、これ。毎回疲れます、なんか、なんだかんだ。どこ集合ですか？一回寝ちゃいますか？あ、寝てもいいですし。寝ますか一回じゃあ。今ベッド。寝ましょう。ニュータウンで起きましょう。寝後ろとかありますよ、ベッド。はい。お借りできるベッドありますか？地下か、地下の家か、その右側のお家にベッドあると思います。いつも僕は猫のベッド借りてます。その2階にもあったと思うし、2階にもありますね。はい、ニャンコのベッド。ま、3階から降りれなくなっちゃった。地下の、3階、あ、そっちに来たんだ。どうしますか？いいっすよ。ここで寝ます。ここで寝るなら。
あれ誰もいない。3階からはしごが降りれない。もうちょい、もうちょい、あ、そうですね。もう一個出ます。よっしゃ。よし。あ、逆に、あ、できますぜ。行きますか。もうギリギリですね。みんなどこ行っちゃうの？今何待って？宮流さんを待ってますね、今のところ。もう多分来ると思います。もう着きますよ。あ、これが生えてたから足が遅くなってたんだ。なんか足が遅いなと思ってたの。そういうこと、ね、生えてる。そういうことなんだ。これちっちゃいとダメージは受けないんだ。残念です。この小屋は何だろう。それは何でもないです。作って作り途中です。ほうほうほう。こう海に浮かぶ家を作ろうと思ってちょっと途中でやめちゃいました。まだ何も考えてないです。土台だけちゃんとあるんですね。土台だけ作ってありますね。とりあえずあと上に家を建てようかどうかってところです。あ、で来ましたか。持ってきましたよ。ありがとうございます。はい、どうした。あ、私そのさ、その鎧さ、あのさっきの洞窟の奥下で落としちゃった。あら。どうしようかな。お墓の中。ああ、ちょっとさすがにこれやりづらいな。キーボードだと。F5。ああ、変えてますよ。この辺でいいかも。はい。お、すごい。お、超綺麗だ。何これ？あ、これ言ってたんですね。ホタルですね。これがホタルで、もう。お。他にもあるんですよ。他にもあるんですよ。す、皆さん上空をご覧ください。はいはい。うん。ちょっと分かりづらいしね、やっぱりね。やっぱね、夜にならないと。夜にならないと。何？花火？何あれ？流星群です。流星ですね。わー、すごーい。ほんとだ。天候を操るから天狗なの？おぉ、もしんない。天狗になりました。とりあえず、ちょっと、夜は取れないから、横に並んでもらっていいですか、皆さん。横に。横に並んでくれないと、みんなでまとまって取れないというか。なんだ？いいっすね。全員入ってるんで、いいっすよ、これで。これですよ。おぉ、すごい。うわ、これは綺麗だな。そうです、これです。これは綺麗だわ。これを言って。いいねー。おー、すごい、すごい。これはどうやったの？これは、こういう、アイテムがあるんですよ。いいね。こういうアイテムがある。いいですね。かなりいい、これは。
あ、すごいわ、これ映えるわ。すごいでしょ。うん、すごい。これは気持ちは分かった。もう洞窟からずっと話聞いてたけど。これでサムネを撮ったらいいんじゃないかっていうのはこれのことです。なあ、これはすごいわ。素晴らしい。いいっすね。素晴らしい。マジで。なんか、グランドフィナーレみたいな感じになっちゃってますけど。サタデーナイト最終回みたいな感じの。最終回使えたかったっ。やったやだやだやだ。今一応ガロクまだちゃんとされてるっぽいけど、これ止められなかったら最悪だな。容量オーバーになった時って勝手に切れてくれるといいんですけどね。確かに。いや、いい絵が撮れましたね。いい絵が撮れました。いい絵が撮れました。もうありがとうございます。じゃあもうこれゲルテナさんにプレゼントします、これ。これはすごいわ。はい。いいでしょう。ああ。僕らも作れますよね、寝伏しのワールド入ってたら。作れますよね。はい、うん、作れます。これ、無制限に使えます。すごい。イリさんも振れば振れば振れば振るほど出、はい、出てきますからね。すごーい。もう豆いらね。めっちゃ出るよ。めっちゃ出るよ。おお、すごい。嬉しい。すげえな。持っていいの？まあどうぞ開けます。言うて虫ですけどね。湧いてるのは虫なんですけどね。ありがとう。いて、これパシュンって出るのが、おかおか。なんかしばかれたんだけど。ラウレアさんにお渡ししたのが、流星群ですね。これはどうやって使ったの？え？普通に使う。これは夜見てえな。使うボタンを連打する。こういうこと？そうすごい、虫だ、虫。天狗虫、虫が出てる。そうですね、虫ですね。大量の虫が湧いてますね。流星群、流星も出てると思います、多分。ちょっとね、ほんと、日中だと分かりづらいんですよね。流星に関しては。夜になると、ホタルもめちゃめちゃ綺麗ですからね。めちゃめちゃ光りますからね。これはすごいわ。ありがとうございます。これ公言できますかね。公言にはならんすね。これは。さすがに。これは。断言できますかね。またそういういかがわしいこと考えてますよ、これ。さすがにこれは公言にはならんのじゃないでしょうか。うん。うわ、こいつはすごいわ。はい、はい。いや、これ、超やばくないですか？これ、気持ち悪いな。気持ち悪いな。だんだん、最初綺麗ならこんなに多いと気持ち悪いな。大量発生ですからね、単純に。大量発生してる。めちゃめちゃ押してるんじゃないですか、今。どうですか？いやー、気持ち悪いな。気持ち悪い。クリスチャーするんじゃないですか、大丈夫ですか、まあ、落ちすぎると。まあ多分大丈夫じゃないですかね。こんなもんなら。右クリックが止まらないよ。 3D ってわけでもないですし。はい、まあどうなんだろう。 これで止められりゃいいけどな。ガロクね、ちょっと不安なんで、そろそろ終わりたいと思います。はい、終わりましょう。はい、準備だ。というわけでね、はい、マインクラフトサタデーナイトパート13、これで終わりたいと思います。はい、またね、来週、パート14でお会いしましょう。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。おつめだいいメルチー、いいメルチー、ありがとう。いいメルチー。